改正を考える市民の会は、日本会議の会員有志で構成いたします駿河魔法場の会が母体となり結成されました。皆様ご存知の通り、今日国会は具体的に憲法改正に取り組もうとしており、7月の参議院選挙では憲法改正が焦点として浮上しつつあります。そこで私ども市民の会では、多くの県民の皆様に憲法改正の意義や意味についての真摯な議論の場を提供したいと思い、テーマを看板に掲げておりますように、誇りある日本を築くために、尖閣の現状と日本の防衛、憲法を考えると題して講演会を開催することといたしました。そこで講師には、このテーマに最もふさわしい安全保障問題がご専門でいらっしゃいます牛尾雅人先生をお招きいたしました。先生ありがとうございます。また今回の講演には、日本会議静岡様、自由民主党藤支部様からの講演をいただきましたことも併せてご紹介申し上げます。私どもの今回の企画が皆様にとりまして、憲法改正を考えていく上での議論のきっかけになれば何よりの喜びでございます。それではただいまより憲法講演会を開催いたします。開催に先立ちまして、国歌を斉唱いたします。我が国は我が祖国、日本は古来より和歌を大切にしてまいりました。和歌は二度拝唱するのが習わしですので、国歌も二度斉唱いたしたく存じます。皆様、国旗にご正体ください。テープの先導に合わせて二度ご唱和ください。
田内義政から皆様にご挨拶申し上げます。お願いいたします。憲法ですね、憲法改正を考える市民の会の代表の田口でございます。本日は連休後半の夏初日で、健康にも恵まれ、ゴルフやセーリング、あるいはウォーキング等の行楽への多くの誘惑を皆様振り切って、塩先生の講演、我々の講演に来ていただきまして、本当にありがとうございます。これも内外今情勢さなぎの中、国家の手骨である憲法をこのままにしてよいのか、という問題意識の高まりの表れであると同時に、国家さなぎの中にも希望を感じられているものがあります。本日は近代、度重なる中国航線や航空機による領海及び領空侵犯の脅威にさらされる尖閣諸島とその海域、海上自衛隊哨戒機、護衛艦その手に向けられた火器管制レーダーの照射、事件などに鑑み、こんなことで我が国は本当に尖閣諸島のみならず、先島諸島、さらには沖縄県自体のを守りきれるのか、法律の整備はこのままでよいのか、ことに戦後一度も改正されなかった憲法、今や世界最高のものとなりました米軍憲法に、欠陥はないのかという疑問を持たざるを得ないのであります。今日本人の安全と存続のために憲法が問われていると思います。憲法、それも固定化された憲法のための国民国家なのか、それとも国家国民あっての憲法なのか、ちなみに私は以前から日本の護憲主義のことを、あれは護憲ではなくて固定の方の護憲主義である、あるいは誤解の方の護憲主義であると言っているのですが、それはともかくしまして、憲法を懸念する今日、その問題点について考えることは、なかなか有益なく必要であることだと存じます。存じます。これからぜひ講師、牛尾先生のお話を伺いお聞きになりまして、さらにその後、さらに掘り出し込んでご自分たち、ご自分自身で掘り下げて考えていただきたいと存じる次第であります。以上をもって、開会の挨拶を必須といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、お三方よりご挨拶をいただきます。まず最初に、昨年の衆議院選挙におきまして初当選を果たされました地元選出の自由民主党衆議院議員吉川赳様よりご挨拶をいただきます。ご紹介をいただきました日本愛国党の吉川でございます。戻ります。自由民主党衆議院議員の吉川でございます。本日憲法の日に相まってこういった催し、本当に、主催者の皆様に心からの敬意を表する次第でございます。我々政治家というものは、国民の皆様の幸福を追求していくわけでございます。そこにあたりまして、今我が国では精神的な幸福と物理的な幸福、この両面を政治が担っているわけでございますが、本来政治というものは物理的な幸福のみを追求するものであると私は考えます。精神的な幸福というものは宗教であったり文化であったり家族の在り方であったり、それは本来政治が担うべきものではなくて、長い間続いてきたもの、これをベースに人間の精神的な幸福というものは本来確立していかなければならない。しかしながら戦後我が国においてこの物理的なものと精神的なもの両面、この2つを政治が追求しなければならなくなったこと、これが私は日本の戦後の悲劇であり、また時に悲劇となりうっていることだと思います。本来文化というものはどうしても法律に勝らないわけでございます。法律が文化を超越してしまうこと、これはあってはならない。しかしながら文化というものはその力を持ってして、時に法律を変える力を持ちうる、これが文化であります。この文化というものを忘れつつある我が国、これはもう一度しっかりと取り戻していかなければならない、そのように強く考える次第でございます。具体的なお話としまして、憲法改正にあたって自衛隊の在り方というものが議論されていくことになると思います。我が自民党先般の選挙において自衛軍という言葉を使わせていただきました。これに関しては一部の方から強い批判もあるわけなんですが、自衛軍にしたら戦争をするんじゃないかとか、
決してそのためではない。皆様方は重々ご存知だと思います。この国を守るために軍隊にする必要があるんです。また自衛隊さんの皆さんがしっかりと職務を遂行するために国際的に軍隊でなければならない、こういったことであります。東日本大震災においての自衛隊の皆様のご活躍、これは皆様方のご承知の通りでありますが、その少し前、四川大地震、中国で起こった大地震、これは自衛隊の皆さん、やはり支援ということで伺いました。あの四川の大地震には各国の軍隊が支援という形で入っていて、自衛隊さんが従事していたのが瓦礫の中に埋まってしまった皆様、これをですね、助ける作業を他の国の軍隊と一緒にしていたわけでございます。一歩及ばずですね、瓦礫の下からご遺体で上がってくることも多々ありました。現地の中国軍、さらにはヨーロッパの軍隊、アメリカの軍隊、ご遺体となって上がってきたら、それをそのままにして次の現場に向かったわけでございます。ただ我が国の自衛隊さんだけ上がってきたご遺体の前で全員で囲んで黙祷をして次の現場に行く、これをやったのは我が自衛隊だけであります。自衛軍に従うといって戦争をするわけではないんです。我々と同じ日本人なんです。絆、思いやりの心、これが流れている、こんな軍隊は他の国にないんです。それをしっかりと我が国の未来を守るために法整備をしていくこと、これは政治の当然の役割だと私は考えます。このさようにいろいろな憲法の問題というものが出てきているんだと思います。それを本日皆さんで今日大いに議論をしていただきたい、このように願います。そしてその先に必ずこの国の子どもたちが自分の家族を、親を、そしておじいちゃんおばあちゃんを、地域を、国を愛せる、そんな国づくり、私も一生懸命取り組んでまいりますことをお約束を申し上げる次第でございます。いち早くこの国が日本としてもう一度心を取り戻せるように皆様方と共に頑張ってまいりたいと思います。本日のご盛会、お喜びを申し上げながら挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。7月の参議院選挙におきまして、静岡選挙区の候補でいらっしゃいます自由民主党参議院議員牧野孝夫様よりご挨拶をいただきます。ただいまご紹介を、いただきました参議院議員の牧野孝夫でございます。今司会の方からご紹介があったみたいに、この7月の参議院選挙に自民党の公認候補としてこの静岡県の選挙区から出させていただくことが決まっております。でさっき田中代表の方からお話がありましたように、今度の参議院選挙の一つのテーマは、まあ、憲法の改正を認めるか認めないか、そういうことだというふうに私も思っております。憲法というのはその国の全ての法律の基本法になります。これが66年間ずっと改正ということがなしに今日まで来ましたけれども、これは中身がもう変えるものもない、変える部分もないということで66年間ずっと改正をしてこなかったわけではなくて、どうも私たち日本人の心の中にこれを変えてはいけないというふうに、その強い制約があったような気がします。もちろん私も全てを覚えてるわけではありませんけれども、例えば25条のように、全ての国民は最低限度の文化的生活を営む権利がある、私は確かにそうした条文は非常に素晴らしいものだと思っています。そうしたものがこれからの未来への続けていって私はいいと思っておりますけれども、やはり9条だけではなくて、例えば地方自治に関してもですね、ほとんどその戦後廃線の中で作られた憲法というのは地方自治については触れられておりません。で私は後ほどご挨拶される上田さんも県議会議員をさせていただいておりまして、常に思っていたのはその地方分権とか地方の主権という言葉がずっとこの10年使われてきましたけれども、何をしたくてもですね、要は制約が多すぎて自由な裁量権が全くないというのをずっと感じてまいりました。私はやはり地方には地方の裁量権はある程度やっぱりなければおかしいと思ってますし、そしてもう一つは、時代とともに
どんどん世の中が変化していきます。そういう中でじゃあ中国からですね、飛んでくるいろんな化学物質、日本は何も手をこまないでそれを防ぐことができなくて何も文句言えないような、そういったことが本当にその生存権に生存権が守られているかというと私は守られていないと思います。ですので時代とともに変わってくることはいっぱいあります。ですから憲法も金閣無料のごとく全く触ってはいけないというものじゃなくて、その時代に合わせて日本人、日本の国民として何がその内容としてふさわしいか、やはりその、10年なら10年、15年なら15年、やっぱり議論をした中で新しいことを加えていかなければいけないというふうに思います。96条のことが言われておりますけれども、96条だけという、ことも言われます。中身は決まってもいないのに、その改正の要は条件だけ緩和するのはおかしいじゃないかという方もいらっしゃいますけれども、まずはそこから私は議論を始めていくべきだと思います。66% がやっぱり厳しい規制というか縛りなのか、そして 50.1% でいいのか、それも含めて私は国民の皆さんの間で議論を しながら、そして最終的な結論を出すべきだと思っております。ちょっと誤解があるようというか、今のいろんなところで聞かれるものですから、お話をさせてもらいたいと思いますけれども、結構変えるのはそんな簡単なものではないと思っております。要は全てをパッケージで変えるんじゃなくて、それぞれ の要は項目ごとに変えていきますので、その一つ一つ、例えば9条を変えた9条法を変えるためにいろんな議論が必要ですし、そしてまたその文言も私は政党によって、そしてまた立場によって、だいぶ私はご意見が分かれると思いますので、それをやっぱり修練をして最終的に我が国の憲法として一番いい、ふさわしい文章にしていかなきゃいけないと思っております。ですので、自民党の草案がよく出されますけども、自民党の国会議員の私たちでさえも全ての草案の文言が全部いいとは思っておりません。あくまでも叩き台として自民党は草案を作っただけです。ですので、それを叩き台にして他の政党も同じように草案を出してもらって、その中で議論して最終的にこの日本に、そして今の時代に一番ふさわしい憲法を私はもう一度、制定をすべきだというふうに思っております。いずれにしましてもこういう会を開いていただく中で議論が高まっていって、私はそういう、国全体の中でそういう土壌がというか、その改正論議の下地ができていくというふうに思っておりますので、このようにこういう会を開いていただいた皆さんには本当に感謝申し上げたいと思います。本当に今日はご苦労様でございます。ありがとうございました。続きまして、地元富士市選出の自由民主党県議会議員上田徹様よりご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。今日は健康元気の日だよ。この良き日に憲法講演会ご正解おめでとうございます。この憲法は、私はいつも思っていることは、我が国民が作成したものでないという現実。70年近く経つ現在、総理あるいは閣僚がこの憲法改正論を聞くために諸外国あるいはメディアでタイミングが悪いという時ではないという面々がおられますが、そう言い続けて70年近く経った現在、教育問題しかり、外交問題しかり、
この現実、私はもとより東京裁判所そのものも無効を主張するものであります。我が国民が自国の憲法を作成する、すなわち改正してどこが悪い、改正すべきだ、後半牛尾先生の講演があります。仕込んだ議論を対応して今日は参加をさせていただきます。まずは静岡県におきまして知事選がございます。広瀬一郎で勝って弾みをつけて参議院牧野孝雄で勝つ、そしてねじれ国会を解消する、参議院で自民党を圧勝しなければならない。そうすれば憲法改正ができるかもしれない。そのことをぜひ皆さんご理解をいただきますようお願い申し上げます。楽しみにしてまいりました。ご清聴おめでとうございます。ありがとうございました。またこの度の講演会には静岡県内の議員の皆様にご参加いただいております。ここでご参加くださいました議員の皆様をご紹介申し上げます。議員の皆様はご起立の上お名前をお呼びいたしますので、ご起立の上参加者の皆様にご挨拶いただければ幸いです。清水町町議会議員松浦俊介様、富士宮市議会議員村瀬仁志様、富士市議会議員松本貞彦様、同じく市議会議員岡村義久様、はい、同じく市議会議員荻田武人様、はい、こんにちは、同じく市議会議員藤田哲也様、はい、本日はおめでとうございます。以上の皆様でございます。議員の皆様、ご参加誠にありがとうございます。それでは舞台転換をいたしますので、しばらくお待ちください。
航空自衛隊に入隊、航空総隊司令部、防衛庁長官官房広報課勤務、広報誌セキュリタリアン編集長などを経て、平成6年山東空佐にて退官。退官後は帝京大学准教授などを歴任され、現在拓殖大学日本文化研究所客員教授、合わせまして公益財団法人国家基本問題研究所客員研究員、 NPO 法人岡崎研究所特別研究員をお務めでいらっしゃいます。主なご著書といたしまして、常識としての軍事学、日本人として読んでおきたい保守の名著、反米論は客愛あって一理なし、また新刊教授として尖閣激突など多数ございます。それでは牛尾先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介にあつかりました牛尾でございます。実はご当地ということで申し上げさせていただきますと、航空自衛隊でですね、最初に全員奈良の幹部候補生学校というところに入るわけなんですが、そこを卒業後に、第一十科学校、こちらは浜松にというのございますけれども、そこで約1年間過ごさせていただきました。また実は私の鬼別なんですが、早稲田大学を卒業して、入隊したわけなんですけれども、仮に私が防衛大学校であればということで、同期相当があるという言い方をいたしますが、防衛大学校では27期に相当するということになります。27期の自衛隊員で、一番有名なのは多分私ではなくてですね、ヒゲの隊長として、おなじみの現在防衛大臣政務官の佐藤正久参議院議員であろうというふうに思います。彼もまた今度の夏の改選を迎える参議院議員ということになります。先ほど衆参自民党の先生からご挨拶ございましたが、今日は自民党の関係者の方もたくさんお集まりというふうにお伺いをいたしました。ヒゲの会長と書いても向こう表になるそうですが、佐藤正久ともどもですね、よろしく今度ともお願いしたいというふうに存じております。今日は憲法記念の日にあたるということで、こちらにありますように、尖閣その他のことを素材にですね、憲法について改めて考えてみたいという形で、私もご準備してまいった次第なんですが、今朝のですね、全国紙各紙を拝読をいたしまして、私の勝手な予定を若干修正をいたしましてですね、時間が押して、その話ができなくなる前に、ぜひ冒頭少し、その話に触れさせていただければというふうに思っております。実はこちら今私の普段使っているスマホを持ってきたんですが、最初これだけで済まそうと思っていたんですが、これ何のためにここまで持ってきたのかというと、この中に、今日の全国紙各紙の社説が全部入っておるんですけれども、これは日本経済新聞の社説です。自民党は憲法改正草案をまとめ云々かんぬんとはいえ、焦点の9条についてどんな手順を想定しているのかがはっきり見えない。中略、もっと堂々と改憲論議を挑むべきだろう。中略その先の日本の見取り図を示し、全体図を明らかにした上での、改憲論議でなければならない。とうとうと今朝の日本経済新聞は社説で書いております。で、先ほど参議院議員の先生からご紹介あった通り、自由民主党は全条文について自民党改正草案もうすでに発表してございますこれ以上何をしろと言っているんでしょうか。私には何のことか今朝の日本経済新聞の社説の意味はとんと分かりません。ちなみにこの自民党の憲法改正草案、
冊子にもなっておりますし、また、その主要な項目について Q&A 方式で分かりやすくまとめた冊子もですね、党本部その他で配布をしておるはずでございます。私も持っておりますし、読ませていただきました。まあ、この時代ですから当然のことですが、自民党 のいわゆる公式サイト、ホームページを皆さんもしインターネットで探していただければですね、もちろんどなたでも無料でダウンロードできます。何も隠れることもなく堂々と会見論議してるんじゃないんでしょうか。何を言ってるのか全く分かりません。こちらは今朝の毎日新聞でございます。これ朝刊の一面ですね。トップ記事、国民投票18歳確定と、これはそれなりの見識を持った編集姿勢だろうというふうに思います。実はこれ全く案外知られてないんですが、国民投票にかけるわけなんですけれども、実は20歳から18歳に下げるという原則なんですが、その場合じゃあ民法その他も規定どうするんだということで、まだ宿題が残っているんで、これ片付けなきゃいけませんよという議論なんですね。それはいいとして、同じ一面にですね、こう書いてあるんです。後ろの方見えないかもしれません。96条改正反対 46%、 これ大きい字でこう書いてあるんですよ。で、本社世論調査、世論調査というべきだというふうに思いますが、いずれにせよその次にこう書いてあるんです。賛成 42% を上回る。そりゃそうでしょうね。46と42ですよ。たった 4% の違いをですね、反対が上回ったって言って、これ見出しに立てる神経もどういう感覚なのか。要するに、安倍内閣あるいは自民党が掲げている現在の憲法改正の足を引っ張ろうという魂胆がここに現れているというふうに理解するのが、私は常識的な解釈かなと思いました。これ開きますね。そうするとここに次に重要な紙面があって、北朝鮮核乱継続、核武装着実に強化。本当は今日はこういう話を中心にと思ってまいりましたが、ここに書かれてあることは事実その通りで、これは今朝の新聞の中では一番いい記事だと私は思います。こっち一面のトップ記事にしていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか。アメリカの研究機関が発表いたしました、ピョンヤンに建設中の北朝鮮の核の施設、早ければ年内にも稼働が始まり、ざっくり言うと年間10発の規模のですね、核弾頭が製造できるような体制が整う。もう日本にも世界にも残された時間は少ないというこちらの記事の方が私は大したと思いますが、より問題だと思いましたのはこの社説ですね。毎日の社説、これ大きく書いてあるので前の方の方見えると思いますが、96条の改正に反対するんですよ。これ見出し。堂々とですね、安倍内閣および自民党の姿勢にですね、真っ向から異を唱えているということです。で、ご意見はご自由だと思うんですが、なぜ反対なのか、その理由。まずここでこう書いてあるんですね。憲法からチェックを受けるべき一般の法律と憲法を同列に扱うのは本末転倒と言うべきだろう。同列に扱うんでしょうか。要するに、96条で3分の2の発議というハードルを、先ほどご紹介ありました通り過半数に下げるということを、法律と同列に扱うと毎日新聞はお考えのようです。そうなんですか。衆議院の優劣とかいう規定が憲法の中に書いてあることをご存知ない方が社説書いてるんですかね、毎日新聞。ちなみに憲法を改正するためには国民投票にかけなきゃいけないんですけど、これが法律と同列なんでしょうか。一から勉強していただきたいと思いました。こうも書いてます。外国と比べて改憲条件が厳しすぎるというのも間違いだ。いいえ、違います。間違ってるのは毎日新聞です。毎日新聞が大好きな、つまり護憲派の憲法学者、おそらく日本で最も有名な方は足部信義という方だと思います。某野党の議員が安倍総理にですね、その名前を知ってるかとか言ってクイズのような形式で質問して、一部報道もにもこうなりました。あの質問のあのやり方はどうかなと一国民としては思いますが、少なくても足部信義という憲法学者が当代随一の学者であったという事実はですね、
それは間違いではないでしょう。東京大学教授、司法試験委員も務めですね、長きにわたって憲法学会に呼ばれ、あしかり君臨してきたわけです。ちなみにこの方は護憲派の学者でございます。私とはいろんな部分で意見が違いますが、まあ、同じところもございます。でこの方の憲法の教科書、憲法というタイトルで岩波書店から出ております。天下の護憲派の出版社から、天下の護憲派の学者の書いたその教科書に何と書いたか、我が国の憲法は各国と比べて改正が厳しいと書いてありますよ。ぜひ足部先生の本読んでくださいね。毎日新聞の目の説明の方、今日もしいらっしゃってたらですね、ぜひ上司の方にお伝えいただきたいと思います。社説の最後にはこうも書いてあります。改憲手続きの緩和から入るのではなく、中身を論ずべきだだから先ほども冒頭申し上げました通りですね、自民党は全条文にわたってですね、我々はこう考えるって言ってホームページで堂々と公開してますので、堂々と正面から議論してるんじゃないでしょうか。毎日新聞はこれは私は悪意のある編集姿勢ではないかと思います。ご異論ご反論があれば後ほど質問をお受けしたいと思います。でオピニオン面、同じ毎日新聞ですね、3つ並べて、まあ、それぞれの意見を代表させているということなんでしょうが、長谷部先生、東京大学教授、東京大学は最近は全部護憲派の方なんですが、タイトル、国益考えれば改正は無用それでですね、そもそもこう書いたんですね、そもそも憲法は押し付けられるものだ、アメリカでも南北戦争の結果、南部諸州は北部から押し付けられたそうなんですか。それだとしても、それアメリカの例だけでそんなことを決めつけていいんでしょうか。じゃあイギリスはどうなんですかね。イギリスは憲法10はないんですよ。いわゆる不分憲法なんです。どれからも押し付けられることない、と受け継いできたものを憲法として守り育てている先生知らないんですかそのこと。東大教授ですよこの人ね。そして自民党はこう批判されているんですね。選挙のたびに改正されるのでは何のための憲法かわからない、まあ、先ほどの毎日の社説と同じ認識なんでしょうね。だからくどいようですが、国民投票もあるんですから、選挙のたびに憲法が改正されるようになるわけないでしょう。96条改正したってこういうことを言うんですね。そしてこうも言ってます。これも自民党とはっきり名指ししてますからね。私が言うのもなんですが、ぜひ自民党の先生方どん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 抗議されるべきだと思いますよ。自民党の言う国防軍を持つと、日本と直接関係のない国際交易のために実力を行使していくということになる。例えばアフリカで起きている戦争に自衛隊を送って鎮圧しようとなりかねない。そんな話初めて聞きましたけどね。私これでもご紹介いただいたように、自衛隊の関係者とはですね、まあ少なくとも民間人としてはですね、まあ偉くなって辞めた方を例外にすればですね、かなり母子に入るぐらいの距離におりますが、こんな話初めて私は拝聴した次第でございます。まあ、いずれにしても要するに集団的自衛権行使になったら危ないとかなんとかそういうことを言いたいんだろうと思うんですが、アフリカでもどこでも必要があれば行けるんですよ。そういう改正になったらね、必要がなかったら行かないに決まってんじゃないですか。でそもそもいずれにしてもアフリカまで行こうと思ったら大変なことになるんですよ。まず日本の F-15 戦闘機アフリカまで飛んでいけませんので、空中給油機を準備しポイントを作ってうんぬんかんぬんって言って、この前のアルジェの人質事件の時の騒動のサムの100倍とか1000倍くらいの努力が必要なんですけど、そういうことも多分この人はご存じない。単にそうやって危険を煽っているだけなのではないかというふうに私は思います。まあ、逆に言えばですよ、必要があればアフリカだって行くべきじゃないかと私は思います。そのことは、ぜひ、後半時間を残して、お話をしたいと思っていますが、そうでないなら例えば、いわゆる湾岸戦争、自衛隊はよかれやしかり参画できなかったわけです。あれは参画しなくてよかったんですか。もしあの時の憲法上参加できたんだったらした方がよかったんじゃないんですか。私はそう思いますけどね。国連安保理の決議を根拠として国際社会が一致結束して武力行使に踏み切ったんですよ。もう日本も当然国防軍はそういう場合には出ていくべきだというふうに私は思います。例えばそういう事例でですね、
しかしそれはやはりやってはいけないとおっしゃるのはともかく、アフリカとか言ってですね、非現実的なこんなことを言って国民の不安を煽っているのが今朝の毎日新聞でございます。さらに驚くのが、もう山のように今朝の新聞だけでは本当はお話が終わっちゃうぐらいなんですが、手短に申し上げさせていただきます。これ何なの、見開きってやつですね。平和国家のスタンス変容も、だから憲法改正ダメだって言ってるんですけど、その理由として、ここにまず住民が狙われるって書いてあるんです。で、沖縄の石垣に行って、沖縄県民、しかも石垣市民に不安を語らせているんです。まあ、私の知る限り、確かに沖縄県民は他の都道府県の方に比べればですね、そういうご意見の方が多いんだろうと思います。しかし沖縄県の中でも石垣市はかなり事情が違っていると、本島とは違っているのではないか。まあ、ちなみにいわゆる尖閣諸島は石垣市に属するわけなんですが、私はそう思いますけどね、なんでこんなことをわざわざ石垣まで行って、しかも特定の数人に語らせて、それをデカデカと記事にするのか。そしてその隣にこっち、権限強化は反対だ、これ福島、そしてここに見なし、国は守ってくれずと書いてあるんですよ。要するに原発事故の話してるんですけど、先ほど参議院議員の先生からご紹介ありましたようにですね、自衛隊頑張ったと思いますよ、私も。みんなそう言ってると思います。感謝してますよ。黙々と手を合わせて自衛隊が通る車両に未だに頭下げてるおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいますよ。子供この辺で見ましたよ。私のように別にその場で頑張らなかった人間まで、ついでですが感謝されたりしてですね、もう申し訳ない気持ちでもよく言いますけど、こんなことをね、そういう人たちに言わせてる。そしてまた東大教授でして、樋口陽一、暴走への歯止め必要って言って、これ全紙面を挙げてですね、絶対ダメだというふうに煽っているわけです。こんな憲法改正なんてね、そう横で足からそんな簡単にできないだろうなって今日の新聞を読んで私は感じた次第です。最後に毎日の最後、社会面トップ記事、会見より復興。確か安倍内閣の最重要課題は復興だったと思いますけれども、だからやってるじゃないですか。それも民主党の3年よりたったこの数ヶ月間でめっちゃ進んだでしょ。あの、私は直接そのように被災地から聞いております。現場にそういうところを作って、まさにワンストップで全部物事が解決できるように全部仕組みをガラッと入れ替え、そして被災地の方々を担当大臣に据え、全閣僚にお前ら全員が復興大臣のつもりになれて、最初に安倍総理が全員言ったのはそのことだって報道されてましたよ。毎日新聞にもそう書いてありましたよ。何言ってんでしょうかね。それでもまだこの新聞よりはマシなのかもしれません。朝日新聞。首相、これ一面のトップ記事、首相会見へ戦略転換、本音の九条は封印。バカですかこの人たちは。目と耳がついているんでしょうか。どこでいつ封印したんですかね。で、多分このこと言いたいのかなっていうのが見開きの記事にあるんですね。で、6年前の挫折が背景にとかになる見出し。で、何のことかと思って読んでみたら、これ実は先ほど新富士駅で、あの、こちらの方に買っていただいて、もう斜め読みしただけで、あの、言いたいことがやめないようなんですけどね、安倍総理が昨年の東京都内のある企業経営者向けの講演でこう言ったって言ってるんです。自衛隊のことですね。軍隊とは違いますよという機弁を国内で使ってきた。だが海外では 軍隊として取り扱われる。もうこういうことはやめよう。っていうのが安倍総理の本音で、それを封印してる。で、身内の経営者の講演会でそういう本音を語っている。で、我々はそれを記事にしてる。そういう記事なんですね。は？NHK 様も中継してくださっている衆参の予算委員会で、繰り返しそう安倍総理もおっしゃっておられますが、ちなみに石橋茂幹事長も聞かれるためにそのような趣旨のことをですね、テレビでも記者会見でもおっしゃっておられます。ちなみに幹事長の記者会見も自民党の公式ホームページに全部ビニー際にわたり出ておりますのでですね、嘘だと思う方はご覧いただきたいというふうに思います。
そして6年前の挫折が入っているとこの挫折のことをこう書いてるんですよ。第1次安倍内閣の時にですね、今回と同じように夏の参院選で改憲を争点にすると表明した。だが政権は失速した。まあ、確かに事実ですね。第1次安倍内閣参議院選挙で、大敗したと言っても良いでしょう。でもそれは改憲しようとして、挫折したんですか？違いますよね。よかれやしかれ事実の問題はですね、閣僚の相次ぐスキャンダルないし、そうした報道が積み重なった結果、そうなったんじゃないでしょうか。私はそう理解してますけどね。朝日新聞は別の理解をされておられるようです。ちなみに